ねえママ、これどうすればいいの？頑張りなさいって、料理できないの知ってるよね。包丁も使ったことないの。切れた。初めての仕送りなのに、このままだと私ウサギさんになっちゃうよ。でも私はもう子供じゃない。料理ぐらいやればできる子よ。はあ、もう野菜が大嫌い。そうよね、野菜だけなわけないよね。先走ってごめんなさいママ。あのちょっといいですか。どうして？野菜なんて大嫌いって。実は私一度も料理をしたことがなくて。え、一度も？実家から出てきたばっかりで。にしても一度もないってねえ。わかりました、私に任せてください。でもその代わりこの野菜私にお裾分けを。晩ご飯ご一緒しませんか？続く